東京大学大学院情報学館及び東京大学大学院学際情報学府は東京大学に設置されている研究海外の教育研究所の基本組織の一つである。情報学館、福竹ホール教員のみが所属する研究組織である情報学館と学生が所属する教育機関である学際情報学府が体になっている大学院組織である。 情報学館の機関教員だけでなく、他部局から数年の期間で、情報学館に移動する流動教員によって構成されているのが特徴である。情報学館、学際情報学府は2000年4月に、分離融合の情報学を研究する組織として、発足した。2004年4月1日に、社会情報研究所を統合し、 より学際的な情報学を研究する組織となった。九百二十九年十月一日に文学部に設置された新聞研究室が九百四十九年五月三十一日に東京大学の府研究所となって新聞研究所が発足した。この新聞研究所を九百九十二年四月一日に改祖して設立されたのが社会情報研究所である。 2004年4月1日に大学院情報学館、学際情報学府と統合した。同研究所の教育部は情報学館教育部に受け継がれている。学際情報学権と社会情報学権の2つの学権で構成されている。学際情報学専攻1専攻の中に5つのコースが置かれている。2008年10月に新設されたアジア情報社会コースは 現代アジアの諸社会や国際関係に関する基礎素養を持つ界隈の学生を主対象としており、講義等を全て英語で行い、学年は10月開始となっている。学際情報学府とは別に、旧社会情報研究所教育部を引き継いだ情報学環教育部が設置されている。ありがとうございます。